俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは以前は好きだったことでも嫌な経験をしたことをきっかけに嫌いになってしまったという経験はあるでしょうか。逆にどんなことが起こったとしても結局は嫌いになれないこともありますよね。今回登場する外国人も大好きなサーフィンをしようとした時に差別に遭い、その時のショックから楽しむことができなくなってしまいます。肌の色で差別をし、同じ水に入りたくないと考える人は、実は現在も少なからず存在するようです。そして、もうサーフィンはやめてしまおうとも考えますが、諦めきれずに自由を楽しむことのできる新境地を開拓することにしたようです。彼が理想とする場所は見つかるのでしょうか？ぜひ、最後までご覧になって確かめてみてくださいね。俺はアメリカ黒人のケネス。カリフォルニア州に住んでいるんだ。カリフォルニアは美しいビーチが自慢の州だ。太陽の光が降り注ぎ、美しい海岸線が続いている。美しい海を眺めているだけでも時間を忘れてしまうし、自転車で海沿いを走ったり、散歩をするだけでもストレスを解消できる。サーフィンやシュノーケリングをしたり、バーベキューを楽しんだりする人もいる。俺は海が大好きなんだ。特に好きなのはサーフィンで、自分で言うのもなんだけど、結構うまい方だと思うんだ。休日にはサーフボードを車に乗せて海に向かったものだった。でも悲しいことに、最近はやっていない。サーフィンをしようと思ってビーチに行った時に、すごく嫌なことがあったんだ。黒人のサーファーって少ないって聞いたことがあるかい？その理由が黒人と同じ海やプールに入るなんて嫌だって思う人がいるからだって言ったら信じられるか？暴言を受けたり嫌がらせされたりしたことのある黒人の話を何度も聞いた覚えがある。俺もその日はビーチに着いた頃から嫌な視線を感じていたんだ。海に入る準備をしていると、三人の白人の若者が俺を取り囲んだ。俺はアメリカ人の中でも体が大きい方だけど、三人に囲まれてしまうとさすがに危険を感じた。そいつらは俺のことを睨みながら。なあ、あんたもここでサーフィンするつもりか？迷惑だから出て行ってくれよ。なんて言ってくる。俺は恐怖を感じながらも、とても残念な気持ちになった。せっかく楽しみにしてやってきたのに、少しも海に入れないまま帰らなくてはいけないのだろうか。すがるような気持ちであたりを見てみたけれど、他の人たちは完全にこちらを無視していた。このままではもっと危険な嫌がらせをされ、痛い思いをしてしまう可能性もある。俺は、わかりました。と答え、荷物をまとめてビーチを出たんだ。それからは愛用のサーフボードを見ると嫌な思いが蘇ってしまう。悲しいけど、俺がサーフィンをする日はもう来ないかもしれない。サーフボードも処分しようかなんて考えている。そんな俺を見ていた父はある日、こんなことを言ってきた。なあ、ケネス、元気を出せ。人生は長いし、世界は広いんだぞ。まさかカリフォルニア以外にビーチはないと思っているんじゃないだろうな。何を言っているんだよ。どこの海だって同じだろう。俺が黒人だって言うだけで嫌がる人はいるんだよ。そんなことはないぞ。全人類が黒人を嫌っていたとしたら、それはそれですごいことだ。そうだ。試しに一度海外に行ってみたらどうだ。父さんは日本をおすすめするぞ。なんで急に日本が出てくるんだ。日本にサーフィンができるようなビーチなんてあるのか？日本は島国なんだぞ。ビーチなんてたくさんあるに決まっているだろう。やっぱり視野を広げるためにも海外に行ってみた方が良さそうじゃないか。
父さんの職場に日本人の杉本さんという人がいるんだけど、差別をするなんて考えられないようなとてもいい人で、サーフィンが結構うまい。日本でよくやっていたそうなんだよ。美人の奥さんともサーフィンで出会ったなんて言って自慢されてしまったよ。親父の話を聞いて、俺は少し興味を持った。奥さんの話は置いておくとして、海外に旅行してサーフィンをするなんてちょっと魅力的だ。でも杉本さんという人が差別をしないからといって、日本人のすべてが差別をしないとは限らない。アメリカ人だって好意的な人もいるし、そうでない人もいる。なんだ？一人で行くのが怖かったら、父さんも一緒に行ってやろうか。親子で二人旅もいいかもしれないぞ。勘弁してくれ。親父についてきてもらうような年じゃない。もっとじいさんになったら慰安旅行に連れて行ってやるよ。俺はそう言って、結局日本に旅行へ行ってみることにした。海外だったら嫌な思いをしたとしても二度と行かなければいいだけだ。それに俺はこのままサーフィンを忘れたくないと思っている。もしかしたらこれがきっかけでまたできるようになるかもしれないなんて淡い期待を抱いてしまっている。そうして俺は日本にやってきた。サーフボードや車などは現地でレンタルし、杉本さんの地元だというビーチに向かうと、慣れない状況での運転でも東京から2時間もかからなかった。カリフォルニアのビーチに比べるとこじんまりとした雰囲気だったが、まあ悪くはないように感じた。たまにちらっと見てくる人はいるけど、どうやらアメリカみたいに出て行けって言いに来る人はいないようだな。俺は早速海に入り、久しぶりにサーフィンをすることができる喜びに震えた。正直に言うと、こんな小さなビーチだからあまり期待していなかった。でもなかなかいい波が来て、俺は存分に楽しむことができた。ああ、やっぱりサーフィンは最高だ。このままずっとこうしていられたらいいのに。俺はそうしてサーフィンを楽しみ、しばらくしてから休憩するためにビーチに上がった。すると、なんだかさっきよりも視線を感じるみたいだった。なんだ？今になって黒人の俺を追い出そうという気になったのか？俺はアメリカで体験したことを思い出してしまい、とても嫌な気持ちになった。飛行機で移動した時もあまり眠れなかったから、大事をとってしばらく休憩しようと思っていたけれど、そんな気分になれなかった。軽く水分補給して、できる限り楽しんでおきたいと思って、また海に入ることにした。しかし、それは失敗だった。サーフィンは危険を伴うスポーツだ。体調が万全でない時にやってはいけないということを忘れてしまっていた。俺はサーフボードから降りる寸前に、右足をテールパッドに引っ掛けてしまった。足は勢いよくボートに引っ張られ、膝の関節に激痛が走った。このまま死ぬかもしれないなんて考えが浮かびながらも、なんとか砂浜に上がることができたが、激痛は続いていて、一歩も動けない。痛い。誰か助けてくれ。そう思ったが、俺は絶望していた。みんな黒人なんかに関わりたくないと思うはずだ。畜生。こんな場所で怪我をしてしまうなんて。ああ、日本でも見捨てられるのか。情けないことに、俺は激痛と不安で頭がどうにかなりそうになっていた。とその時、真っ青な顔をして走り寄ってくる人がいた。片言の英語で、大丈夫ですか？と聞いてくる。なんて答えたらいいのかわからずにうめいていると、大声で助けを呼んでくれているようだった。何が起きているんだ？集まってきている人たちはみんな日本語で何を言っているかわからず、俺は不安で仕方がなかった。それから少し経って英語ができる人が来てくれた。すぐに救急車が来るので安心してください。と言われた時は天の助けだと思ったよ。
そして病院に運ばれ治療を受けることができた。幸い入院の必要もなく、数週間で治るとのことだった。しかし、驚いたことがあった。ビーチで助けてくれた人がお見舞いに来てくれたんだ。そして、その足では運転は無理ですよね。英語では面倒だと思いますし、レンタカー会社には僕が連絡しておきますので安心してください。後で車で送りますので、よければ食事でもどうですか？あなたの話を聞きたいっていう仲間がたくさんいるんです。と言われたんだ。俺の話が聞きたい？どういうことだ？俺は困惑した。ええ。あなたのサーフィンはとても素晴らしかった。身体能力やセンスもすごいけど、何よりもサーフィンが好きっていうのが伝わってきました。みんな注目していたけど、一人で黙々とされていたから声をかける機会がなかったんですよね。なんということだ。視線を感じているのは気づいていたけど、そんな風に思われていたのか？俺が思っていたのとは全然違うじゃないか。怪我をして心細くなっていたのもあり、俺はその人の提案を受けることにした。紹介してもらった彼の日本人の友人たちは、みんないい人たちで、俺の無事を喜んでくれた。そんなことがあり、日本なんて縁もゆかりもない国だと思っていた俺は、すっかり親日家になった。都合がつくと日本へ行き、サーフィンをしている。日本の友人たちともっと仲良くなりたくて、日本語も少しずつ勉強している。落ち着いてからは、そんな俺の体験したエピソードや、日本のビーチの美しさを SNS で発信したんだ。個人の SNS にしてはかなり色々な人に見られているようで、日本人の素晴らしい対応に仰天している人も多いようだ。こんな素晴らしい国は他にはない。日本という国に出会えて本当に良かったと思っているよ。オリンピックでも日本チームの選手として参加している黒人選手が何人もいたよね。合宿では一緒に風呂に入り、同じ食事をとって隣同士の布団で寝る。少しでも差別の感情があったなら、こんなチームは作れないと思う。お互いに尊敬し合い、信頼することができる国だっていうことは素晴らしいことだと思うよ。自分の仕事で何人も黒人の人がいたけど、個性はそれぞれだった。怒りっぽい人、いつも笑顔な人、寡黙で真面目な人。どういう人なのかは肌の色じゃなくて個人によるよね。黒人だっていうだけで差別されるのは気の毒だと思う。日本で楽しく過ごしてくれているならいいなと思う。日本人の場合は白人黒人とかじゃなくて、英語を話せないから日本語で話しかけて大丈夫かどうかで躊躇する人の方が圧倒的に多そう。一人旅行をしていたブラジル出身の美人なお姉さんに声をかけたらすごくノリが良くて最高だった。次の日一緒に観光したけど楽しかったな。日本人は人種差別よりも日本のルールを守らない人、清潔でない人、刺繍のある人に対しての偏見があると思います。時間を守れなかったり、ゴミをあちこちに捨てたり、大声で公共の場で騒いだりする人には厳しいですよね。オリンピックを見ていると、陸上競技では圧倒的な強さを見せる黒人ですが、水泳となると一転して目立つ選手がいない、なんて思ったことはありませんか？アメリカでは昔から、プールはお金持ちの家にあるもので、水泳は選ばれた人種である白人のものというイメージがあるのだそうです。そのため、黒人と同じ水に入るのを嫌がる白人は現在でも存在し、差別的な対応をするといった場合もあるようです。黒人の多くいるアフリカは、現在でも経済的に恵まれていない国も多くあります。学校で水泳を教えてくれるわけではないですし、親も泳げないことも多く、泳げるようになっても困ることは少ないため、わざわざ習わせようとも思わないようです。肌の露出が多くなるため、
差別を受ける可能性を感じてしまい、嫌だと思う人もいるようですね。能力的に水泳に向いていないということではなく、泳ぐという環境から遠ざかっているからという理由もありそうです。しかし、そのようにして才能を無駄にしてしまっていたとしたら、もったいないですよね。黒人の水泳選手が全く存在しないわけではありません。時代の変化とともに、今後は水泳界に入ってくる黒人が増えていくかもしれないですね。それでは、最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。もしよろしければ、皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは、次回の動画をお待ちください。